10月30日日曜日、杜の都仙台で全日本大学女子駅伝が行われますが、各大学のエントリーメンバーが発表されました。今回の動画は6連覇を狙います名城大学の区間予想をさせていただきます。それでは1区から見ていきたいと思います。1区は 6.6 キロ区間、1年生の米澤奈々香選手、2区は 3.9 キロ区間、2年生の谷本七瀬選手、3区は 6.9 キロ区間、4年生の山本優馬選手、4区は 4.8 キロ区間、3年生の増渕優香選手、5区は 9.2 キロ区間、1年生の原田咲希選手、6区は 6.7 キロ区間、4年生の小林成美選手を予想させていただきました。それではですね、各区間予想した選手の理由と選手紹介をしていきたいと思います。1区は 6.6 キロ区間、1年生の米澤奈々香選手を予想させていただきました。米澤選手は中学高校世代ナンバーワン、全中優勝、インターハイでも日本人トップだった米澤選手ですけれども、大学入ってからね、かなり苦しんで時間が長かったんですけれども、10月上旬に行われました電化チャレンジで 5000m 15分31秒63のシーズンベスト、高校時代の自己ベストに 0.3 秒まで迫るね、いい走りをしてくれました。ようやく復調してきたのかなというふうに思いますし、まあ、体つき見てもね、かなり絞れてる感じがありましたよね。腕回りとかもすごいシャープになっていて、まあ、夏合宿かなり走り込んできた感じがしましたので、まあ、もう実力もあるし、1区の実績もね、高校時代からありますので、ずっとエースですから、もうずっとね、多分中学高校から1区を走ってきたと思うんですよね。そういった意味で1区、まあ、集団走もね、トラックで、上手いですし、1区を予想させていただきました。まあ、昨年は、現在4年生、今年エースに成長しました山本優馬選手が1区走りまして区間賞を取ってるんですけれども、まあ、1区はさすがにね、ちょっともったいないのかなというふうに思います。まあ、山本選手今回1区走ってもね、区間賞並びに区間新記録狙えると思うんですけれども、まあ、1区ってね、大きく差を広げるっていうのは難しいと思うんですよね。各大学が名城大学をマークしてくる中で、山本選手がずっと引っ張ってね、最初から最後まで逃げ切るっていうのは、まあ、簡単ではないなと予想しまして、まあ、米澤選手がしっかり勝負するという意味で1区を予想させていただきました。2区は 3.9 キロ区間、2年生の谷本七瀬選手を予想させていただきました。まあ、昨年4区区間新記録のね、谷本選手を今年は2区にね、私は予想させていただきました。谷本選手はスピードも持ち合わせてる選手で、トラック種目では昨年アンダー20日本選手権 3000m 障害優勝もしておりまして、まあ、トラックのね、積極性もあるんですけれども、まあ、とにかくね、駅伝の方はね、生きるんですよね。トラックの積極性が駅伝に生きていて、まあ、オーバーペースと思われがちなんですけれども、なんとか押し切るっていうところがね、谷本選手の良さというかね、まあ、イーブンペースじゃなくてハイペースで入って、まあ、粘る、ちょっとね、後半、ペース落ちるんですけれども、それでも前半の貯金を生かして走るということで、他の選手はね、嫌がるような走りができるんですよね。なので、まあ、前半区間でね、それこそ谷本選手の走りというのは生きてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、昨年は、昨年4年生だった高松ムセンビ選手がね、区間新記録で走ってまして、山本選手、高松選手で、もうこの時点でかなりね、後続と差を広げてたんですけれども、まあ、今年は昨年ほどの差はね、つかないのかなとはいうふうに見ておりますが、1区米澤選手、2区谷本選手をね、予想させていただきます。3区は 6.9 キロ区間、4年生の山本優馬選手を予想させていただきました。まあ、昨年はね、当時4年生の和田優奈選手という名城大学のスーパーエースが3区を走ったわけですけれども、昨年1区区間賞の山本優奈選手をね、今年は3区に予想しました。今シーズンエースに成長した山本選手、 3000m で学生記録、 5000m でも日本人学生記録を樹立したということで、もう学生長距離界のトップランナーに成長されました。絶対的なエースで、このエース区間勝負するのかなというふうに思います。まあ、5区が最長区間ではあるんですけれども、名城大学はね、もう完全に前半勝負の、毎年来ますから、山本選手は3区に来るんじゃないかなと私は見ております。区間記録は、同級生の小林成美選手が21分37秒という記録を持ってます。まあ、この記録もかなりいい記録なんですけれども、まあ、ずっと向かい風が吹かなければね、間違いなく更新できるんじゃないかなというふうに思います。
まあ最長区間が5区と考えると、まあ、エース、各大学のエースがね、3区と5区に分散してくると思うんですよね。ということも考えると、まあ、敵なしなのかなというふうに思います。リードを大きく作りたい区間だと思いますけれども、山本優馬選手はね、区間新記録をね、樹立することは間違いないなと思ってますけれども、区間記録をどれだけ更新するか、それこそがね、大きな差となりますので、ぜひ後続をね、大きく引き離すような走り、そして追いかける立場であれば先頭に躍り出ることもね、可能性としてはかなりありますから、山本優馬選手の走りに注目ですね。エース区間ということで、私は山本選手を3区に予想させていただきました。4区は 4.8 キロ区間、3年生の増渕優香選手を予想させていただきました。昨年アンカー区間の6区で区間新記録をマークした増渕選手は、今年4区を予想させていただきました。2区に1年生の渚選手、4区に昨年区間新記録の2区予想、谷本七星選手を、というパターンもね、思ったんですけれども、やっぱり駅伝はまとめる選手が一人でも多くいると大きいなというふうに思いまして、増渕選手のね、安定感、垂れないところ、まとめるやり方というかね、そういう部分にね、期待をしておりまして、4区を予想させていただきました。10月上旬の電化チャレンジでは、5000メートル16分08秒と、まあ、まずまず走りましたよね。そして駅伝の経験、トラックでの経験、大学でのキャリアという部分も考えて、増渕選手を推しました。まあ、渚選手も考えたんですけど、国体の5000メートルがね、ちょっと、渚選手そんなに良くなかったので、やはり増渕選手のね、こういう、つなぎ区間でしっかりつなげる選手っていう部分で、増渕選手をね、私は推したいなというふうに思います。まあ、スピードのあるようなタイプではないんですけれども、うまく粘れる選手ですので、まあ、しっかりロードをね、巧みに走れる選手だと思います。特に米澤選手、谷本選手、山本選手の並びできた時に、まあ、しっかり逃げれるのが増渕選手なのかなというふうに見ております。ということでね、私は増渕選手を4区に予想させていただきました。5区は 9.2 キロ区間、1年生の原田咲希選手を予想させていただきました。今シーズン大きく伸びた原田選手ですけれども、9月上旬の全日本から1万メートル準優勝、チームメイトの大先輩、4年生エースの山本優馬選手と、拓殖大学2年生のね、日本のエース、不破聖衣来選手との差は非常に大きいですけれども、まあ、山本選手はね、チームメイトということで一緒に戦うことはありませんし、まあ、おそらく拓殖大学はね、不破選手来ますけれども、不破選手以外の他校のライバルのエース級の選手たちとの差は大きくないと。むしろ勝てる可能性もあるなと私は見ておりまして、最長区間に原田選手を推したいなと予想させていただきました。非常に粘れる選手でタフなタイプですよね。そしてとにかく足のさばき方がね、非常に綺麗というか、トラックも強いんですけど、駅伝向き、ロード向きと私は見ております。とにかく足のさばき方がね、他の選手と違いますから見ていただきたいんですけれども、あとはですね、なぜ5区にしたかというと、まあ、拓殖大学の不破選手には難しいと思うんです。勝つのは難しいと思うんですけれども、他の選手とはね、先ほど申した通り、勝てる可能性があると。たとえ負けたとしてもですね、まあ、勝っても負けても僅差と予想しました。まあ、私は勝つと見ておりますけれども、まあ、不破選手が区間賞で、区間2番は原田選手が取るんじゃないかなというふうに思います。まあ、昨年もね、この区間、不破選手に大きく差を詰められましたけれども、拓殖大学との力関係を見ると、1区から4区でね、セーフティーリードを作れるんじゃないかなというふうに思いまして、1年生の原田選手を押しました。まあ、最長区間で、ここでね、勝負を決定づける走りが原田選手、私はできると見ておりまして、5区、原田選手を予想させていただきました。そして、アンカー区間の6区は、6.7 キロ区間、4年生の小林成美選手を予想させていただきました。昨年は最長区間のエース区間、5区を走りまして、区間3位と、名城大学の5連覇に大きく貢献されまして、非常にいい1年、シーズンを送ったんですけれども、今シーズンは絶不調ということで、オレゴン世界陸上の日本代表に決まっておりながら、コロナウイルスの陽性反応ということで、スタートラインに立つことも許されないような、運もついてなかった、そんな1年だったなというふうに思いますが、10月の国体では積極的に第2集団を引っ張りまして、15分台をマークしました。まあ非常にね、この時に強さを感じさせられましたよね。まあ、不調の中でも15分台で走れてまして、まあ、普通に強いというかね、過去の小林成美選手、昨年の小林成美選手と比較すると、今シーズン不調ですけれども、まあ、
他校の主力メンバーと比べても、まあ、割と遜色ない走りはできるのかなと見ております。ただですね、ちょっと区間賞は難しいのかなと見ておりますけれども、ただですね、1区から5区までしっかり貯金を作って小林選手にタスキを回すことができれば、確実に小林選手はね、タスキをつないでくれる、ゴールまで運んでくれると思いますので、小林選手をね、予想させていただきました。まあ、昨年まではね、本当に競り合いの場面で小林選手がね、差を広げてくれたり勝負してくれた、エース区間をずっと担ってくれたので、ね、今年はまあ6区で、しっかり他のメンバーが小林選手にね、タスキをつないでくれる、リードを守って競り合いではなくて単独走でね、自分のペースを守れるポジションでタスキを回してくるんじゃないかなと私は予想しまして、アンカー区間に小林選手を予想させていただきました。ということで今回の動画は10月30日日曜日、森の都仙台で行われます全日本大学女子駅伝6連覇を目指します名城大学の区間予想をさせていただきました。6連覇なるか名城大学に皆さん注目です。以上、